はい、どうもスタッフ健太です。今日は6月の29日、水曜日となります。 Vlog スタートとなります。なんだかですね、これ大して雨が降らないうちに梅雨明けというですねいまいちよくわからない天気となっておりますが、この気温でですね、結構体調を崩しやすい時期になっているのかなというところがありますので、気をつけていきましょう。夏って昼クライムレースは多いんですけどね、まあなかなかロードレースがこれ少なくて気持ちが入らない人もいらっしゃるかなと思うんですけど、今日はですね、ちょっと真夏の時期ってどんなトレーニングをしたらいいのかというですね、ご質問をいただいておりましたので、そんなお話をですね、していくのと、気をつけた方が良いことなどをですね、ちょっとお話をしていきたいなと思っています。まあ、この話ですね、昼クライムレースを主戦場としている人と、私のようにですね、まあ、ロードレースを主戦場としている人で、ちょっとこれ変わってくるかなと思うんですけど、あとロングライドとかフィットネスで乗ってる方とかね、ちょっと大きく変わるかなというところはあるんですけど、私がですね、この17年間で、まあ、ロードバイクを乗ってきての経験上のですね、ちょっとお話をしていこうかなと思います。私がですね、若い頃、例えば25、6歳からロードバイク始めたんですけど、その時にはですね、まあ、こんな30度を超える中でも外でですね、何時間も頑張って走っていることも多くありました。その頃はですね、まあ、こんな気温でもですね、まあ、やってるレースが結構あったんで、まあ、30度をですね、これ超えていてもトレーニングはですね、もう毎朝だいたい2時間ぐらいかなやってたと思いますし、休みの日はですね、100キロ以上のロングライドを何度もやっていました。そしてですね、まあ、日焼けもしている方がかっこいいと思っていましたので、もう日焼け止めなんてものはですね、塗らずにもう毎日のようにですね、頑張って走ってました。真っ黒でしたね。はい。まあ、ですが、やはりですね、そんなトレーニングを継続できるわけもなく、まあ、練習後はですね、頭がぼーっとしてきたり、まあ、練習にですね、これ身が入らなくて、まあ、ただただ乗るだけのですね、無駄なトレーニングになっていた時もあったかななんて思っています。練習コースもですね、まあ、できる限り、まあ、例えば涼しい山の中に入ったりとか、ロングライドの場合ですね、湧き水があるところのですね、ルートを作って走ってたりもしましたし、体にはですね、これ水をかけながら、まあ、冷やしてですね、走ってた時もありました。で、今はというとですね、練習量はそれほど多くなく、まあ、1日ですね、やったとしてもだいたい平日だと1時間2時間ぐらい、休日でもですね、だいたい2時間3時間という感じでしょうか。まあ、今日みたいな暑い日ですね、これ35度ぐらい言ってるんですけど、そういう日はですね、そのぐらいしかやってません。まあ、これ室内トレーニングはですね、メインとなっているんですけど、まあ、本当だとね、もっと外で乗る時間も取った方がいいよななんて思ってるんですけど、まあ、ズイフトがですね、今メインのトレーニングになってたりなんかはします。で、私がですね、この17年間で、まあ、一番伸びたなぁと感じたですね、これ夏の時期があったりなんかしまして、まあ、その時のですね、ブログを、去年かな、読み返していたんですけど、その時のですね、トレーニングと食事というものをちょっと紹介していこうかなと思います。重要なですね、ポイントは、まあ、3つ4つぐらいあるんですけど、まず1つ目、少ないトレーニング量、まあ、1、2時間でいいので、できればですね、これ毎日朝早朝ですね、練習することで、レストはですね、これ1週間に1日あるかないかというような感じでですね、できる限り、まあ、毎日朝ですね、練習することというような感じですね。で、2つ目、週に、まあ、6回のですね、例えばトレーニングをするとしたら、
高強度のですねインターバル練習、まあ、短時間のインターバル練習は、最低2回は入れた方がいいのかなと思います、まあ、これちょっと私の体質によるところはあるかなとは思うんですけど、でね、あとね4回、まあ、6回中2回ぐらいは高強度のインターバル入れてた方がいいかなというところと、あと4回はですねこれベースのライド、もうほんとゆっくりのんびり走るみたいな感じのでいいかなと思います。で、3つ目、食事の量をいつもより減らすというところと、あとはですね夜は、まあ、野菜中心の、ご飯にしてできる限り炭水化物を取らないというところですね、まあ、あとお酒の量もできる限り、まあ、少なくした方がいいのかななんて思ったりもしてます。で、もう一つちょっとこれ4つ目、早めに寝るというところですね、まあ、これは通常の時でも早めに寝た方がいいかなと思うんで、まあ、外してもらっても全然大丈夫なんですけど、というような感じでありました。でこの年はですね、まあ、徹底的にとりあえずこの夏はこれを意識してやったんですけど、その年のですね11月ツールド沖縄市民210キロで、20位に入った年でありました。あのね、夏以降の調子もですねこれかなり良かったと思います。で、練習量を夏ですねちょっと上げてしまうと、このちょうどですね9月10月11月とですね、結構ボリュームがあるレースが入ってる方はここでですねトレーニングがちょっとね下がっちゃう可能性があったりなんかするので、この真夏ですね、7月8月はあまりですね、ボリュームを増やしてしまうと後半戦、ちょっと下がってしまう可能性もありますので、この辺ですねうまく調整するとよろしいかなと思います。まあ、あまりですねこれ多く練習したとしても体へのダメージがかなり大きくて、継続して良いトレーニングができたとは言えないなというところでありますね。で私の場合ですね、まあ、ロードレースを、まあ、メインにですね参加しているため、インターバルの練習はですね結構これ1分と3分5分のインターバルの練習がメインになるかと思いますが、これヒルクライムをですねベースで考えるとすると、だいたいですねこれ20分ぐらいのメニューを組むとよろしいかなと思います。ロングライドやですねこれフィットネスでやってる方に関しては、まあ、毎日ですね、もう低強度でいいので、低い強度でですね、1、2時間ほどのんびりゆっくりですね走ることだけを、できる限り毎日続けてみてください。これはですね、まあ、真夏の暑い時期だとしね、ちょっと外だと大変かなと思うので室内トレーニングでも全然大丈夫です。で真夏のですね天気の中ではやはりですねこれ熱中症の危険もありますので、注意して走ってみてください。個人的にはですね、まあ、私もやってる、まあ、Zwiftをですねおすすめさせていただきます。そして、最後にですね食事に関しての話なんですけど、まあ、ここ最近ですねちょっと野菜が高くなっていますね。で、まあ、以前はですね、まあ、安いその夏野菜を中心に野菜食べてたんですけど、ここ最近ですね価格変動の少ないですねキノコを最近ですねよく買って食べてます。オリーブオイルでですね炒めて、まあ、塩コショウだけでも全然 OK ですし、昨日はですね生姜焼きの中にキノコをですね結構たっぷり入れて、まあ、半分はですねお肉半分はキノコで生姜焼きを作りました。でその前はですね、まあ、鶏の手羽元を、さっぱり煮っていうですね、ものを作ったんですけど、その中にキノコたくさん入れて作りましたね。はい、こんな感じです。まあ、色はですねこれ 見た目が茶色であれなんですけど、まあ、美味しいのでもしやってみてください。手羽元をですね、これ醤油2に対して
酒とみりんを1、そしてですね、まあ、大体酢も一緒にですね、みりんとか酒と同じぐらいに入れるか、自分の場合少しですね多めに入れちゃっています。でその中にですね、まあ、生姜を入れてあげれば、鶏肉のですね、成分、タンパク質と生姜のですね、アリシンという成分が、まあ、筋肉への回復を促してくれるのでバッチリな組み合わせですし、キノコはですね、これ食物繊維がたっぷりなので、例えば納豆とかキムチなどをですね、一緒に食べてあげれば、まあ、腸内環境がバッチリ整ってくれますので、ダイエットにはもう本当効果的な食べ物かなと思います。今後ですね、まあ、ヒルクライムレース、あのノリクラの前などですね、絞りたい方はぜひですねキノコを食べてみてください。結構ですね価格は安定してて、おすすめです。はい。で真夏はですね、これできる限り、まあ、無理をせずにですね、トレーニングをしてあげて、食事についてもですねできる限り低カロリーのもの、まあ、揚げ物とかをちょっと少なめにしてあげて、いつもよりですね食事の量を少し減らしてあげてください。体重のコントロールもしっかりやっていきましょうという感じでですね、私が夏にやっている、トレーニングと食事のお話となりました。昨日ですね、本当キノコは安くて70円均一だったんですよね。しめじ、えのき、エリンギ、舞茸、これね4つ味がついてないので、まあ、お好みの味付けができるかなと思いますので、いろんなレシピで作ってみてください。ではでは、6月29日水曜日ですね、定休日のアップでありました。ではまたアップします。